中国との付き合い方を考え直すきっかけになるのではないかという見方も出ています。憲法上、大統領に次ぐ地位で、今回、蔡英文総統とも会談する予定です。チェコの大統領や首相は今回の訪問に反対していますが、なぜ中国の反発を招くような動きが出たのでしょうか。東西冷戦さなかの1968年、当時のチェコスロバキアで民主化運動プラハの春が起きましたが、旧ソビエトに弾圧され多くの市民が犠牲になりました。香港に対する統制を強め台湾に強硬な姿勢を取る中国、チェコに対しても圧力を強めていることから、チェコの国内では中国を旧ソビエトに重ねる見方も出ているのです。今回の訪問団の一人、プラハ市の市長です。一昨年の就任以来、プラハ市と北京市との友好都市協定にある一つの中国に関する項目を削除するよう求めてきましたが、中国側は反発。プラハの管弦楽団の中国公演が中止に追い込まれ、友好都市の関係も解消されました。They started to bomb our orchestra. They started to cancel the contracts that were already signed. It is obvious that China is not a reliable business partner. また、チェコ政府が中国から巨額の投資を取り付けたにもかかわらず、約束されたほど実現されなかったことも国民に不満が広がる一因となりました。ヨーロッパ各国との連携強化を図るアメリカは、チェコの上院議長などの台湾訪問を強く後押ししています。ポンペイオ国務長官は、旧ソビエトに抵抗したように、中国に対しても共に対抗するよう呼びかけました。The challenge of resisting the CCP threat is in some ways much more difficult. That's because the CCP has already enmeshed in our economies.In our politics, in our societies, in ways the Soviet Union never was. 今回の台湾訪問に相変わらずっていうか、にゃーじゃねえんだ、お前よその猫だっちゅう。首は取れとるな、お前。首は取られちゃったのか。はい、バイバイ。